どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、一つのね動画にはするにはね、ちょっと動画にはならないよっていうね、細かい話をですね、今回の動画ではまとめてね、解説やっていきたいなというふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで早速ね、内容に入っていきましょう。まずこちらですね、ハワイ×ポンタということで、じゃあね、ハワイでポンタポイントがですね、デジタルカード、物理カードともにですね、利用することができるようになるっていうね、公式サイトからの発表がありました。2022年にですね、9月に私ハワイにね、行きまして、Dポイントをですね、3万ポイントぐらい持ってったのかな。で、飲食をですね、常にこの D ポイントで使えるお店で、利用させていただいて、現地のね、食事代っていうのをですね、全部 D ポイントで、賄ってね、利用してきたわけなんですけども、今後はですね、D ポイントだけではなくてですね、ハワイでね、ポンタポイントもね、利用することができるようになるということで、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、気になる方はね、ぜひチェックしていただければなと思うんですけども、現在ですね、対象店そんなに多くないんですよね。まあ、レンタカーとかね、ガーリックシュリンプのお店とかね、結構少なめなんですけども、9月にね、ハワイ行った時は、そこまでね、対象店多くなかったんですけども、今ね、ちょうど半年ぐらい経って、もうすでにね、結構増えてきてるんですよね。Dポイントが使えるお店も。まあ、これもですね、ただ単にお店に、機械がね、導入されるかどうかでですね、これ利用することができるかできないかね、まあ、決まっていくっていう風になると思いますので、かなりね、早くね、対象店増えていくんじゃないかな、なんていう個人的にね、思っておりますので、まあ、今後ね、特典航空券で、ハワイね、目指されている方はですね、ポンタポイント、Dポイントね、まあどちらでもいいんですけども、持って行っていただいて、ぜひね、現地の滞在費ね、節約していただければなと思います。まあ私のね、動画見られている方はですね、このポンタポイント、Dポイントね、ハワイで使うと1ポイント1セントでね、利用することができるっていう風になりますんで、これすごいですよね。今ね、1ドル130円ぐらいまたね、また円安に動いてきておりますけども、100ポイントね、1ドルで使えるっていう風になりますんで、こちらね、非常にお得になりますんでね、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、こちらね、もうニュースとかにもなっておりますので、知ってる方ね、多いと思うんですけども、香港政府がですね、航空券50万枚無料配布キャンペーンっていうのを発表したんですよね。こちらね、香港の観光客ビジネスパーソンですね、香港に呼び込むためにですね、大掛かりなキャンペーンっていう風になっておりまして、まずね、3ヶ月から6ヶ月期間でですね、やっていくっていう風になっておりまして、アジア間がね、対象地域っていう風になりますんで、おそらく今後で日本も対象になっていくのではないかと思ってるんですけども、現在まだね、詳細が発表されてないっていう風になりまして、またね、最初は東南アジアからね、開設するっていう風になりますんで、こちらね、どんな感じになるのかね、非常に楽しみですよね。ちょっとね、気になる方はぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは次にですね、こちらです。Dポイントから JAL マイルレートアップキャンペーンということで、2023年の2月の1日から2023年の3月31日まで Dポイントから JAL マイルにね、交換していただくと 10% 増量キャンペーンがね、来ました。こちら多分ね、1年ぶりで多分来てると思うんですけども、待たれた方ね、かなりいらっしゃるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひこの機会にですね、交換ね、していただければなと思います。で、ちょっとね、残念な部分なんですけども、こちらね、今まで 20% 増量キャンペーンだったんですよね。はい。ですので、2023年からですね、残念ながらね、10% 増量にね、変わってしまった、まあ、下がってしまったっていう風になりますんで、今までね、交換率で言うと 60%、まあ、1万ポイントがあったら、6000マイルにね、交換することができてたわけなんですけども、2023年からは 55% っていう風になりますんで、1万ポイントあれば5500マイルっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。まあ、いずれにしてもですね、増量キャンペーンにはね、変わりがないんですので、ちょっとね、下がってしまった部分は残念なんですけども、ぜひね、この機会に交換ね、しといてください。で、1ヶ月の上限がね、4万ポイントまでっていう風になっておりますんで、まあ、期間がね、3月までっていう風になりますんで、2ヶ月間ね、利用することができますんで、8万ポイントまでね、交換することが、1ヶ月ごとにね、利用することができます。で、マイルのね、付与日なんですけども、マイル以降は申し込み後、翌月中旬頃っていう風になりますんで、2月に申請した分は3月中旬、3月に申請した分は4月
4月中旬にね付与されるかななんていうふうに思いますので、こちらもねぜひ覚えておいてください。でこちらね利用方法なんですけども、非常に簡単で特にねエントリーとかもありませんので、まあ概要欄に公式サイトね載せておきますので、交換される方はですねそこからね普通に交換していただければ OK っていうふうになりますんで、この点もね覚えておいてください。それでは次にですね、 ANA がこちらインターネット通販サイト ANA モールをですね2023年の1月31日に開設いたしました。皆さん知っておりましたでしょうかね、この ANA モールっていうのは。この ANA はですね今ね非航空事業にね力を入れておりまして、これもね一部なんですけども、まあ様々店舗がですね展開するモール形式の通販サイトという風になりまして、まあこちらでもですね、ANA マイルが溜まって、まあ使えるっていうサイトになっております。で、こちらね、構成されているショップは、20万点を超える商品がね、ラインナップされているっていう風になりますんで、こちらね、ANA のね、グループ商品ありますよね。まあそれ以外にもですね、高島屋、成城石井、ディーノスとかね、まあここら辺も出店しているっていう風になりまして、2023年度中には100店舗の商品をね、ラインナップを目指していますということで、まあこういった感じでですね、この ANA モールっていうのが2023年の1月31日に開設いたしました。まあね、正直なところ今までのね、ANA A スタイルとね、まああんまり変わんないような感じがしてしまうので、まあちょっとね、中身見てみると、まあ使うことはなかなかないかなっていうところなんですけども、まあ一応ね ANA が新しい事業としてこのね ANA モールね開設しまして、またね新規入会と利用キャンペーンみたいなのもねやっておりますので、まあ気になる方はですねぜひねチェックしてみていただければなと思うんですけども、まあ私の動画のチャンネルの人はまあなかなか利用する方はねいらっしゃらないですかね。ANA のねグループ商品もね購入することができるっていう風になりますんで、まあそういった機会にはね使うのもまあいいのではないのかなと思います。概要欄にね公式サイト載せておきますので、ぜひねチェックしてみてください。ということで今回ですねちょっと細かい話ということでいろんな話をねさせていただきましたけども、まあ個人的にはですねポンタポイントをハワイで使えるっていうのはですねかなりいいですよね。はい、前回ね D ポイントが使えるっていうので、またね D ポイントもね結構私が行った時でもね結構ね使えるお店が増えておりまして、で今ではですねさらに増えているっていう風になりますんで、やはりね今物価高またね円安の影響もありますので、このねポイント制度がもうハワイで使えるっていうのはね本当にありがたいですよね。はい、これね本当にニューヨークとかでもね導入してほしいんですけども、昔ね D ポイントはニューヨークでね一部ほんの一部ですけども使えたみたいなんですけども、まあ、ニューヨークは撤退しちゃったみたいですね。はい、残念ですけども、これねもっとねいろんなところでね広がってほしいですよね。1ポイント1セントで使えるっていう点もねまためちゃくちゃいいので、もっとね広がってほしいですよね。ということで今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。But I've known you too long, it hurts too